Previously on Bloodborne。 はい、ということで今回はこちら教区長エミリアを杖で倒したいと思います。倒せるかな。ふんわっあー、そう、これは危ない。またなんかひるんでくんないかな。よし、倒した。やっと撃破ですわ。はい、同人生活です。ということでブラッドボーンね、今回もやっていきたいと思うんですが、いつもねボス戦ばっかりだと、まああれ、おばあちゃんどうした？どうしたどうした、おばあちゃん。あれ、おばあちゃんが狂気に。おばあちゃんが狂気に染まってる。まずいんじゃないかこれは。この人はね、なんか血をくれたりして、でこの人がオドンの人か。これも喋んない、喋ること同じだな。ということで、あ、あなたここにいたのね。いや、どこにいるのか全然分かんなかったからずっと探してたんだけど、ここにいたのか。教会の一例女。ほんほん、私は、あ、なるほどね。あ、もう血のほどこし。欲待を望むのであれば。この血のほどこしってのがよくわかんないんだな。まあとりあえず、あ、もう血のほどこしは受けてたみたいだな。よし、ということで今回はねこっち側ちょっと行ってみたいと思います。かっこいいよねこのおじいちゃん。まあそれはいいんだけど、そういつもねあのボス戦ばっかりやってるんで、たまにはねちょっと15分ぐらい探索をする回っていうのもあってもいいかなと思うんで、探索していきたいと思います。でね、ここは行ったことがないんで、あそこのさ、あのエレベーター上がる途中にあった小窓さ、絶対なんかあるよね。おっと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 、そう、ここまでは来たんだよね、ここ。よし、オッケー。あー、水銀弾ね、もういっぱいになっちゃってもう持てないんですわ。よし、で確かここは、おっと危ない、一回戻ろう。おお、危ない、足元に当たったぞいやー、でもエミリア戦でねいっぱい集めたね血があっという間になくなってしまったんですが、おっと、おおおお、景気いいね。一回戻ろう。痛い。よし、これで体力は、そう、体力がね全開だと攻撃力が上がるっていう、血結晶をねじり込んでおりますので、この武器はそれなりに強いでございますよ。体力はマックスだとね。さあさあ、あ、やべ、やられた。よし、ということでとりあえず戻ってまいりました。とりあえずおびき出しながらこれ戦わないと難しそうだね。よし、これで血を戻してもらって、でもって後で多分また血を、輸血液を
取りに戻らないといけないな。一応ね、自分なりにあれ来てないじゃん。自分なりにね、すごい輸血液を集められるかなっていう場所を見つけたんで、そこをねマラソンしながら、ちょっと効率は悪いんですけど、あ、お前中にもいたのか。そしてなんかあの二人はなんかすごい見てるけど、どうせだから弾使っちゃおう。どうせそんなね、もう持てないんだったらバンバン使っちゃっていいでしょう。雑だけどね、使い方が。で、ここに宝箱はあるな。とりあえずね、ダークソウルの名残で私は宝箱は一発殴るんですけど、あ、これ銃につけられるやつかな。とりあえず外周を見てみようか。外周は特に何もないかな。あ、なんかね、トカゲ、なんだこの声。なんか宝石トカゲみたいなのがダークソウルとかにいたと思うんですけど、素材出すやつ、あれ一応ね買ったんだよね、ここにいたやつは。で、まあこの下に降りちゃったから降りたんだけど、まあその先で死んだと。大して進んでないけど、なんか敵に襲われて死んじゃったんだよな。なんで今回はね、この上に多分ライフルマンがいると思うから、ちょっと登ってって様子を見てこようかな。おっと、またあいつかい。大好きだな本当に。もうよし、オッケー。これね、鎖ブレードモードにするとね、射程がやっぱり伸びるんで。痛い、前に出ちゃった。すごいところに乗って死んだな、この車椅子のおじいちゃん、おばあちゃんかもしれないけど。お、なんか案外壊せるぞ。しかし特に何があるわけでもなく。おっと、なんか、あー、こいつか。おい、戻るな戻るな、どこ行くんだそれ。おい、来いよ。あー、これね、射程距離が、とっ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 と、待って待って、あなたそれは卑怯でしょ。あ、入ってこれないのか。こいつ入ってこれないんだな。さあ、もっとこっちだ、こっちへ来るんだ。あのおじいちゃん、おっと危ない。よし、オッケー、倒した。で、輸血液をもらうと。いやー、なんだっていうか、ここは何なんだろうね。変な塔だよね、タワー。ただの汚れか。あ、階段があるぞ。しかも逆側からか。おじいちゃんさらば。お、濃厚な七。おじいちゃん、おじいちゃん前から突っ込んで死んでしまったな。まあでも車椅子に乗ってるからね、そういう事故はね、ちょっと気をつけてほしいですね。で、あ、今更今更血の石が来たぞ。なんか書いてあるかな。車椅子の時間、よくわかんないな。車椅子がいるってことか。で、周りには特に何もないのかな。あったあった、やったぜ、濃厚な七。デッドブラッドってやつかな。よーし、これはとりあえず登っていけばいいのかな。
で、こっちは行き止まりだったから、こっちにも何かあるか。まあそううまくはいかないよね。よし、じゃあ車椅子タイムらしいから、ちょっと気をつけながら中に入ってみようか。あそこにおっさんがいて、ああ、あの車椅子はなんだ。なんかすごい近づいてくる。おお、マジか、こいつ、こいつ火炎放射器だ。こういう時はね、火炎放射器ちょっと苦手なんで、こういう時はね、あの銃弾使います。どうせここで補充できるからね、近寄らせない。結構ね、火炎放射器は近寄らせると、あ、後々大変なことになるんで、あんまりね、近寄らせないで倒した方が私は好きですね。で、他には何もないな。宝箱。やった。なんだろう。新しい装備かな。光り輝く剣の狩人証。なんだっけ、これで多分、店で買えるアイテムが増える、そういうキーアイテムだったよね、確か。いくつか持ってるんだけど、そうそう。これかな、狩り帳。これだ。ノコギリの狩人証と、火薬の狩人証、剣の狩人証。輝く剣の狩人。で、まあ、ここら辺はね、死者がつけてくれる帽子なんだけど。まあ、そんなもんかね。おっと、これはなんだ。ローリングの時間だ。これはいい。こういうことだろ。これがやってほしかったんだろ。これをやってほしかったんだろ。いや、もう楽しいね、これ。たまにアイテムが入ってたりすることもあるかもしれないから、とりあえず壊していくけど、経験則上この壺の中にアイテム、死体は入っているけれども、アイテムが入ってた試しがないな。アイテムがないと知りつつも、これはちょっとローリングしちゃうよね。いや、楽しかった。よし、じゃあ扉を開けようか。あれ、鍵がかかってんな。じゃあ上じゃないのか、下の方に行かないといけないのかな。じゃあちょっと戻ろうか。よいしょ。あの人、おおおおおお、ちょっと、これはひどい。はい、ということで、なんかここに、君は正しく、そして幸運だ、この先にひもじが待っているんだ。まあきっとあるんでしょう、そういうのは。こっちね、やっぱ飛び降りたら何かあるとは思ったんだけど、やっぱあるよね。なんかすごいモヤモヤしてる。まあ気をつけていこう。さっきのあの円形のね、エレベーターを途中で、隙間があったところから降りたんですが、うん、なくない？ああ、宝箱よ。ああ、この先にあるってことか？これか。そしてここはどこだ？でね、まだね、あ、姿なきおどん。え？ひもじを極めたもの？極めてなくない？まだ3つぐらいしか持ってないよ。あ、死者の壺祭り。壺祭り。これはつけたいなぁ。多分壺かぶるんでしょ、頭に。かわいいじゃん。ちょっと待って、これ。文字が、まだ3つなんだよね、俺持ってんの。これ。これでもう結構、集めたことになってんのかなぁ。はぁ、まあ、いいや。多分まだあるでしょう。で、きっとこっから降りないといけないんだ。ああ、そういうことか。ほっ、まあ痛い。よし。じゃあね、ちょっと脱線してしまいましたが、さっきの場所に、ちょっともう一回戻ろうか。下の方に行けば進める可能性もあるから、そうそう、さっきの、
さっきの場所ね。こっから見えるあそこ、あそこ、下の方に見えるモヤモヤのとこね。あそこで降りたんですが、あそこにどうやらひもじがあったみたいです。俺もそのガトリング欲しいよ。あ、水銀弾また持てなくなった。もうしょうがないな。ということはきっとこのこっから下に降りるんじゃないかなって思うんだけど、ん、大丈夫か、こっちからで反対の方がいいかな。ちょっと待って、ほっ、うん、まあこうなるね。まあいいでしょう、予想の範囲内ですわ。で下に降りてきたんだが、そうだ、ここら辺のどっかで死んだんだよ俺は。あ、足滑らせて死んだんだ、思い出した。そう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 、ここをねローリングで渡れるかななんていうことをやったらね、そのまま真っ逆さまですわ。無理だったっていう話なんですけど、これ上になんかいたりしないよね。なんか書いてあるぞ。ああ、きっとこの先にアイテムがあるんだろうね。あ、っていうかもうそもそもこっち側に行けないのか。すげえひょわひょわ言ってるけど、なんかさ、あの井戸を思い出すよね。井戸の中に降りていくのもこんな道を通った気がするな、あのダークソウルで。懐かしいっす。でこれはどこに降りりゃいいんだ。降りれるか、そもそも。ああ、こっちか。こっから降りるんでしょ。いや、もうありがとう。ここね。で、こっちには行けないから、ここを渡って、あそこの柱に着地するの？これ？これね。取れるかな？ほっ！お、行った。お、トップハット。いいね。で、あとなんかもう一つあった気がするけど、どこだ？場所がわかんなくなった。あったっけ？そもそもあったっけ？なんか上から見えた気がしたんだけど、そうでもないな。まあいいや。よし。で、次はどこに行くんだ？これ。あ、この下にあるのか。ここね。結構えぐい場所にあるな。お、これはあれだ。あの、協力プレイするときに必要になるやつ。でもここ積んでない？これどうすんの？降りれる？頼む、意志を継いでくれ。これ降りたら死ぬんじゃないの？ちょっと一本使っておこう。あ、なんかあそこにあるな。あそこに行けって？そんなバカな！行けるわけないよね。分かってた。そしてここ何？ここは何だ？はい、ということで、突然ね、狩人の夢に戻ってきたんですが、そう、さっきの証を手に入れると、多分ここでね、買えるアイテムが増えるはずなんだよね。まあ、買えませんけど、あの、持っている、あれ的に。あ、骨髄の灰か。と、発火ヤスリが買えるようになってるね。発火ヤスリすごい高いな。割と拾えるなと思って、いらないと思って、あの、あ、それで、結石のかけらが買えるようになるんだね。で、あ、なんだ。ルドウィークの聖剣。あ、かっこいい。特に医療協会の狩人が用いる仕掛け武器。協会の最初の狩人、ルドウィークが用いたことで知られ、銀の剣は仕掛けにより重い鞘を伴い体験となる。ルドウィークを担当する医療協会の工房は、狩人にロー・ゲールマンとは別の流れを生み出した。より恐ろしい獣、あるいは怪異を狩るために。なるほど。っていうのが買えるようになってるね。あ、でもそれだけか。でね、一応ね、売ってるアイテムは全部買ってるんで、このパイルハンマーとか重曹とかね、そのあたりは全部買ってます。ルドウィークの聖剣もちょっと、血の石を貯めて買いたいかなと思います。で、銃が？
あ、ルドウィークの鳥獣。お、なんだこれ、かっこいいな。医療協会の狩人が用いる鳥獣。教会の最初の狩人ルドウィークが用いたことで知られ、長く重い方針は連射速射性を犠牲に超射程距離を高めるものである。ルドウィークを担当する医療協会の工房は、ああ同じことを言ってるね。で、火炎放射器なんかも売ってるんだ。医療協会の一部が用いる特殊銃器、銃なのかな、血の混じった水銀弾を特殊な触媒とし、高熱の火炎を放射し続ける。決して効率の良い武器ではないが、時に炎の海が必要なこともある。何よりヤーナムは不浄な獣に満ちているのだから。あ、違う。で、ここまで見て、墓暴きシリーズ。はんはん。どうやら墓を暴く人たちのあれみたいだな。これは強いのかな。ちょっとステータスを見たいが、あー、そうでもないな。なんか結構毒耐性、銃声がちょっと高いのかな、わかんない。じゃあこれも後で買っておきたいと思います。で、そんぐらいかな、買えるものはそれぐらい。そんでもって、あ、でね、今度ね、この聖杯ダンジョンもね、ちょっとやりたいと思います。やっぱこの一番の特色といったら聖杯ダンジョンだと思うんでね。よし、じゃあ帽子を変えてやろう。死者の壺祭り。あ、かわいい。かわいいな、こいつら。壺かぶってるよ。わあ、いいと思います。はい。じゃあね、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。次はどこに行けばいいんだろうね、あれは。下に行ってもなんか、降りたら死ぬもんね。よくわからんわ。はい。ということで、それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。